たシートを分析する方法にはどんなものがあるのでしょうか、うん。いっぱいあります。いっぱいある。いっぱいあります。山ほどあります。っていうかあのこれとこれとこれとこれが分析だよなんてものはなくてどんな道具を使ったっていいわけで、うん、分析ができればなんでもいいわけでだからあのいろんな手を使います。もう分まあ分析ね人が作ったシートを分析するって言うんだから多分この計算式はどこを見に行って何して、うん、とかね、えー、このシートはどうなっててマク、えー、はどうなっててっていうのを調べるわけでしょ。これさ。 あれだよさ田田さんもさ例えば料理とか作るでしょ、うん、料理作る時って材料を集めればいいわけじゃん、うん、変な話は材料と調味料あれば料理ってできるじゃん、うん、でも今のご質問にあったみたく分析これまあ,あのよく「デバッグなんて言うんだけどね、うん、これっていうのはもう料理ができてるわけよ、うんうん、できてる料理をペロッと舐めて「うん,んこれなんか変だぞ」あのー、あのー、ねうんこれは」 鰹で出汁を取ってるねとかっていうのを探らなきゃいけないわけだ、うん、美味しいものみたく、ね、いい山岡さんみたくね、うん、みたいなものなわけよだからこれはもう超絶難しいですね正直僕だって苦手です苦手苦手っていうかあの嫌です面倒くさいです人が作ったシートを分析するのはでいつも途中で切れてうわってね <laughs> 言っちゃうんだけどだよだから あのなんかそういう必殺奥義があるって思わない方がいいですよ、うん、あのいろんな手を使ってあの分析もうなんだろうアイデア次第っていうかうん、うん、ですよなのであのいろんなことがあるんで、まあ、いろんなまあだからそのためにはエクセルにどんなそもそも機能があるのか関数があるのかっていうのを広く勉強するみたいなことかなそういうようになってないとなかなかね人が作ったやつって難しいですうんはいありがとうございます ではいきましょう。うん、他に何かある?。ござましょう。うん、松本さん。<お>先生が以前おっしゃってたパイソンの勉強の進捗は。感じですか。<laughs> してないです <laughs> してない <laughs>。あの、とりあえず入れてみて、うん、で、ちょっと一個作ってみました。うん、ね、あ、なかなか面白い言語だなと思いました。でも、そんだけ。あ、や、やってみたったって、あれだよか。そう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 。うん、触った時間で言うと。 1時間ぐらいかな。うん。まあこんな感じかっていうちょっと感触だけね。うん。やってみました。だから僕の進捗で言うとそこで止まってます。止まってるというかな。終わ終わ終わってます。まうん。まあ別にね。触れ合いました。そう。触れ触れ合っただけ。あの。それが大事ですか。うん。とりあえず握手してよろしく。はじめまして。みたいな。じゃご挨拶を。そうそう。ご挨拶だけしました。じゃ続いていきます。他んかある？おじさんすごく無知な質問で恥ずかしい。んなこ 世の中から卒業をなくす。救う。